地下9階来ましたね。ここを乗り切ればボスなんじゃないの。だって5階で1回ボスでしたもんね。ってことは10階でまたボスでしょ。そうでしょ絶対。そういう法則でしょ。これは IQ 高い私ならすぐわかるやつですよ。てかダルシムばっか出てくるな。ヨーガヨーガヨーガフレイン、ヨーガファイヤー、ヨーガフレイン、ヨーガヨーガヨーガ。そんな強くないですね。今絶対手足伸びてましたからね。まあ、今のところメタルスライム最強ですよね。やっぱスライム最強ゲームですよこれは。あ、メセボがある。装置が誤作動するため金網に振動を与えないこと。またダチョウか。無理だろ。ほらほらみー、この時代だとやっぱ濃いな。この機械なんだろう。どっか乗ると動く？よくわかんないですね。謎。まあ、とりあえず進みますか。これもか、これもですね。あ、そう、俺、ガッチャン、ガッチャン、ほらみー。おほほほほほ、おほほほ、ボインボインやん。マリオ RPG でこんなのありましたよね。バインって飛ぶやつ。懐かしい、懐かしい。行きましょうか。あれ？あ、これ全員乗ってる状態だとこうやって動くのね。こうやってボインボインバインバインになるのね。なるほどね。おー、スライム出てきた。いや、あのさ、つらら落ちてきすぎじゃない？どんだけ生えててどんだけ折れてんの？おかしいだろ。頭刺さってたら死んじまうよ、これ。あ、ダメなんだ。今一瞬ここから落ちたら下にワープできるんかなと思ったんですけど、ダメでしたね。あ、危ない危ない。ボイーンってなるとこでしたね。いや、だから、つらら落ちてきすぎだって。てか、一個下の層に来てるのになんで落ちてくんだよ。上にある地面が傘になってくれんのか。どんな敵の攻撃よりも強そうですよね。串刺しですよ、だって。グロ画像注意でしょ、こんなの。完全犯罪ですよ。まあ、私は鍛え方が違うからかすり傷なんですけども。むしろ叩きを追ってやりますわ、つららを。キエーっつって。おい。ボインボインの罠ですね。あ、アクセサリーだ。まあ、適当に取りましょうか。ボタンが1個枠空いてるならボタンで取っときましょうか。あ、しまったな。取ってからちょっと思ったけど、これダルシムから落ちたでしょ今。絶対パワー系ですよね、攻撃力が上がるとか。まあ、防御力が上がるならまだいいんですけど。うわ、攻撃力上がる系なら初見か限界で取っといた方が良かったかもしれないですね。そっちの方が無難やったか。しまったな。水たまりがある。おおお、入ったら敵がわさって出てきましたね。あの水たまりスイッチやんけ。ボイン？なんかボインボインは適当に進むモードになってますけど。まあ、そこまで分岐なかったしね、今まで。とりあえずこっちの方角がなんか行き止まりでしたね。あの、また宝箱ある系でしょ？ある系男子でしょ？ほら、あったに。でしょ？私の説大体合ってるんですよ。ん？なんか、フック船長の手みたいな、なんか角みたいな、そんなのがありましたけど、どうしよっかな。初見捨てれるものが、なぁ。限界で取っとくか？これ。あ、限界空いとるやん。ちょうどよかったですね。取りましょう、取りましょう。じゃあ戻って。ほいで。あ、そうだね。このまままっすぐでいいですね。
で上の層行きました。なんか右が今出っ張りありましたね。あの出っ張りにまたアイテムの匂いが、 IQ5 億の私の勘からするとアイテムの匂いがしますね。はいはい、行き止まりじゃねえか。やるなあ、やらしいね。これいい作りしてるよ。これ反対側が正解ってことね。はい、ガッシャーン。あ、これまた渡ってけ系か。ゴリ押しゴリラできる？できねえな。突っかかりますね。うわ、ゴリ押しゴリラできないようになってますね。やらしいなあ。これいい作りしてますね。またここも結構難しいよ。これ結構気使わないとダメよ。これは、あ、落ちたねえ。だってこっちはアヒルの行列ですよ。昔池でアヒルの親子が行列になって歩いてるの見たことありますけど、そのレベルですからね。見てやろよ、私の実力を、この野郎。あ、引っかかってる、引っかかってる。しゃ、行くぞ。ほい。ほい。はい、ワン。ツー。スリー。フォー。今ちょっとゴールデンタピオカの動向を伺ってましたけど、よかったですね。ね？やるでしょ、私。でしょ？うわ、出た。つらら落ちてきた。こわー。なんで落ちてくるの？こんな都合よく。よっしゃ、ボインボインで移動して、おー、もうあと一本道ですね。地下9階は結構優しかったですね。おー、ワープだ、滑り込め！地底の遺跡。地下10階じゃないんだね。ここはあくまでも地底の遺跡だと。なるほどね。なんかがここねぐらにしてたというか、文明築き上げちゃったんですね。何が良くてこんなところで発展しちゃうんですか？これあれか。まあ、右の方回ってくとボスって感じでしたね、今。まあ、多分そうですよね。だから、まあ、このまままっすぐ行って、で、ダルシムたちの親玉、親ダルシムがいるんですよ、きっと。まあ、肉弾戦なら楽勝でしょう。ユウスケとヨミが肉弾戦で60時間殴り合うとか、そんな実力者じゃないですからね。瞬殺ですよ、私にかかれば。お、装飾品じゃん。魔法系っぽいですね。ボタン杖に装備させましょうか。エナジーボトル捨てるか。行きましょうか。いや、まあ、トグロ弟とタルガネゴンゾーみたいなもんですよ。もうこの勝負は。あやーっつってバーンっつって蹴って首がピューンって飛んで終わりですよ。これあれなのかな？途中で隠し部屋とかあるのかな？前ありましたもんね。あっても気づかないですよね。ボタンの魔法を前覚えられたのってただの偶然ですからね。本当に。たまたまあれなんかここ入ったし、つって入っただけですからね。こっちは？あ、行き止まりか。おー、近づいてきましたね。これじゃあ、こっちは？この、なんか裏側に回り、あ、セーブじゃん、セーブ。親切設計ですよね、こういうところ。ほんとこういうとこ優しいですよね。負けてもここからやり直させてくれるというか。ん？あ、なんか魔法覚えた。魔法を覚えましたね。行きましょうか。んじゃあ、このまままっすぐ行って、ボスとの決戦ですよ。この文明を築き上げた。おお、めっちゃ出てくるな、直線で。なんか緑色の変な、なんか栽培マンみたいなやつが いるんですけど。何この緑色のやつ。栽培マンって。自分で笑っちまったわ、今。懐かしいなと思って。ディスティニーコインだ。もりもり増えてきますね。よーし、行きましょう。しゃ、来たー。絶対ボスね、これ。バフかけるところから行きましょうか。
よっしゃ、行きましょう。はい、入り口が封鎖され、おほほほほほ、CV 若元、皆殺しにしてやるって感じですね。いや、言い方絶対違うな。もっと叫ぶような感じで言いますよね、きっとね。この栽培マンっていうか、もうなんかセルジュニアって感じですね。グリーンジャイアントっていうんだ。めっちゃ斧振ってますやん、怖っ。めっちゃ落ちるけども、私たち。これあれですよね、本当は落ちたらもう死ぬとか、そういう舞台なんでしょうね、きっと。ずるいよね、私の得意体質の落ちても少し痛いくらいで済んで元の場所に戻ってくるやつがあるからいいけども、あれ、なんかいつの間にか私限界操作してない？あれ、いつの間に、てかさっき魔法覚えましたよね。なんか使えるもんある。あれ、なにこれなにこれなにこれ、攻撃力上がるやつあるやん。え、え、ちょっと待って、え、こいつ攻撃力上げれるの？嘘でしょ。チート発見。え、こんなのあるなら言えよ。ほうれん草知らないのか。社会人の常識だぞ。いいか、ほうれん草なー。よし、これでバフかけたから、とりあえず行きますか。どれぐらい強くなったのかな。 108?112? 強ー、100超えてるやん。そりゃ強いわ。ドラクエとかポケモンとかでも強いですもんね、攻撃力アップのバフって。倒しましたね。そりゃ倒せるわ、瞬殺ですよ。ほほ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 、キモ。キモって言っちゃった今。ドゥルン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 ってなってたやん。なんで。まあ倒しましたけども、いやでもあの動きはさすがにキモいわ。ごめんな若元さん。じゃあこれで元に戻れますね。あ、アイテム落ちた。あ、アクセサリーだ。これ、ま、絶対魔法系のアクセサリーでしょ。ボタンツに装備させますか。だって青色ですもん、絶対魔法だよ、青色してるし。んじゃあロープを捨てましょうかね。あれ消えるか。ああ、よかったよかった。今ちょっと気絶してる時間長いから、ほっとくとアイテム消えるかなって思っちゃいましたわ。よし、じゃあ帰りましょう。ボタンは置いてきた。グッバイボタン。さーて、攻略攻略。宿屋。はあ、なんかとっても暇です。お嬢さん、私と二人の冒険はいかがでしょうか。退屈させませんぜ。この人とのルートみたいなの実装希望です。無理か。まあ鑑定してもらいましょうか。今回結構アイテム手に入れたからね、楽しみですよこれは。おほー、これは結構な代物だな。ブラックジャック、狭間苦労かよ、メスでも投げたろか。こいつには魔力が込められた形跡がある。あ、これも結構な代物なんだ。オリハルコンダガー。へえ、オリハルコンですって。絶対強いやん。あ、どっちも30か。なんだ、攻撃力どっちも30ね。でもオリハルコンダガーってなんか魔力込められた形跡があるって言ってなかった？属性ゼロですよね。どういうこと？気のせいかな。まあいっか。じゃあ限界で喋りかけて、ミノタウロスホーン、角か。なかなかいいもの程度でしたね今。ウォーターマテリアル。なんだ、全然じゃん。捨てたるか。ほんで次が、レジストバント。へぇー。どうしよう。何装備させよう。迷いますね。角が身につけたものの力を高めるという。防御力とかはないんだ。なんか何パーセントアップとかそういうのかな。ウォーターマテリアルはなんか微妙な感じ。レジストバントは12で、防御力12の魔法防御に優れる。魔法防御も多分上がるんですね。どうしよっかな。シルバーアンクレットはもういいかなって感じですけど。悩みますね。
まあ今のままでいいのか。パワーバンド、ほーらね、予想通りじゃん。絶対そうだと思ったわ。あの攻撃力が上がる系でしょ。即捨てたるわ、こんなもん。こんなもんって言ってもらったけど、まあ、そうやね、力の潜在能力を高めるという魔法のバンドですよね。まあ両方とも、これもいらないかな。両方とも捨てますか。いらんでしょ、これも。じゃあ最後ボタンツで、クイーンサークレット。ほー、よくわからん。何もコメント浮かばなかっただけですけど。おー、出た、結構な代物だな。はー、ヒールタリスマンですって。やっぱ魔法系なんだろうね、これね。よかったね。あんなムキムキ若元から出たものなのに魔法系なんだね。トゥルーミラー、ほー。それからライフポーション。あれ、ライフポーション、どこで手に入れた。全然記憶ないですけど、手に入れたんだね。サークレット4、防御力4。ん？トゥルーミラー。あらゆるものの名を知るという真実とか、あ、だからか。この鏡でしょ。あの敵の名前とか HP とか載ってたの。だから出たんだよ。なるほどね。そうか、そうか。あれさ、あの鏡のアクセサリーって攻略本作成班大歓喜ですよね。いつまでも親切設計ですね、このゲームって。俺も修行してもっともっと強くなってやるぜ。日頃の鍛錬を怠らないことだ。なんかめっちゃ端的になってるな、喋ってることが。行きましょうか。じゃあマスターにとりあえず喋りかけて、調子どうだ。結構いいよ。え？よくないな、よくないなって言いやがった。私の精神が分裂している。今のお前ならあの火山にする石竜を倒すことができるかもしれないな。ほー、北にある火山に石竜がいる。へぇ、レッドドラゴンですね、レッドドラゴン。はぁ、でもあれでしょ、今のままじゃ倒せないでしょ、きっと。なんかそういう雰囲気ですよね。魔導文明の末期、魔導器を多く作り出した。その魔導器は悪魔族と合成され作られたものがある。はぁ、そう考えると、魔人というのもその、そういうもんなのかもなってわし思うんじゃ、やって。え、めっちゃバカやん、古代文明。どうなってんの？タブレットも少しは力を取り戻してるみたいだね。とうとう本性を表したか、こいつ。でも、いくら魔導器でも一度壊れたものがまた使えるとは思えないね。かなり知識があるようだな。うん、そうだよね。聞くよね、そりゃね。なんでお前知ってんだ。昔魔導の研究をしてたことがあってね。ほんとかよ、うさんくせえな。いや、お前 CV 石田明だわ、お前は。時代的にも。というわけで、続く、ドドン。